岩グ雲カイレシダエは、雲ク目モモクに属する分類群の一つ。得意で派手な外見と、興味深い習性を持つ群である。ただし、日本には生息せず、あまり知られてはいない。岩グ雲カは、百種ほどの種を含む雲類としては、比較的小さな群である。ヨーロッパには広く分布し、比較的大柄であり、独特の姿と、それに派手な色彩もあってよく知られた雲である。 しかし、日本には分布しないこともあり、日本での知名度は非常に低く、日本語で解説された文献も乏しい。古い板を持つ雲で、東京部が幅広くてかどり、目の配列も特異的で、どこかハエトリグ雲にも似た姿を持つ。全身に細かな毛が密生しており、英名はベルベットスパイダーである。また岩金雲属エリソスは、レディーバードスパイダーと呼ばれており、 その有生体の腹部背面は鮮やかな赤に黒縁がある。この雲は中部ヨーロッパの雲では最も美しい種の一つ、世界一とは言わないまでもヨーロッパ一美しいなどと言われている。住居の巣穴の入り口にソイトを引いた網を張る。孤独性の種から社会性の種までが含まれる。系統的にも独特で、往々にして単独で岩金雲浄化を構成する。 完成域類で八眼、三つ目で古い板を持つ。外見の印象は、ハエトリグモカやエグチグモカパルパマーノディに似て見える。体色に性的二りがあってはっきりと異なる色彩のものがある。形態的には、性差は大きくなく、オスがやや小さい程度。全身に細かな毛を密生する。ステガーデファスリニータス東京部は、 横幅が広く、特に頭部は丸みを帯びているが、おおよそ長方形に近く、頭胸部の大きな部分を占める。また頭部は盛り上がっており、胸部は低くて後方に狭まる。目は二列八眼だが、後列が大きく後曲しているため、三列に見える。前列眼は、頭胸部の前縁に沿って並ぶが、中眼が中央による。あと中目は、やや大きく、 全中目のすぐ後ろに位置する。後ろ側岩はそれらより離れ、盛り上がった、東部中央の側園近くに位置する。メスのフレシには、爪がある。ふわしは長くなくて頑丈。第四脚に毛ぐしがある。腹部はほぼ楕円型で、多少とも腹背に平らになっている。覆面には前方に一体の諸肺があり、後方の肝からは四本の単純な気管が走る。 体色は色や褐色など地味なものが多いが、腹部に縞模様や反紋を持つものもある。特に派手な例として、ヨーロッパ産のエリススでは、メスは肺褐色であるのに対して、オスの腹部背面が鮮やかな主色色になり、その中央に二体の黒縁があり、さらに東京部周囲や、ふわしの気分までが赤く染まり、蒸気のように美しいことで評価が高い。セオジラでは、 メスでは地味なまだら模様があるだけだが、オスではより鮮やかな反紋となり、東京部が鮮やかな赤になるものもある。これはある種のアリーやブハネの蜂に擬態しているものと考えられている。すべて巣穴に潜んで獲物を待つタイプの狩りをする。基本的には糸でかかった巣穴の入り口が広がっており、ここに粗糸をまばらに引き、これが大まかながら網の機能を持つ。 生息場所は軍によって様々で、ステガーデファスは樹木の枝先などに網を張る。それ以外の属のものは樹皮や石などの隙間に糸で作ったチューブ状の巣を作るか、あるいは地中に穴を掘って、スっとする。セオチラは砂地に穴を掘り、ソ糸で作ったマットを作るが、これに砂が混じって中央がくぼんだようになる。この網は2様に分かれているため、 砂地にその形のくぼみができることになる。その外見が、霊養の足跡に似ているため、バックスパースパイダーという。また、このクモの妖精は分散する前に、母グモの死骸を食べる。このトガに属するステガーデファスには単独性の種も、あるが、様々な程度の社会性を示す種が見られる。その多くは社会性とされるが、少なくともそのうちの3種については、 それぞれ独立により、程度の高い社会性に進化したとされる。彼らの社会性は、クワーシャソシャルと言われ、これらの種は、その生涯を、集団の中で過ごし、共同で巣を作り、その中に、血縁の近い個体が時に100頭以上も、生活している。彼らは互いに攻撃をせず、獲物には、 集団で攻撃をかける。またこのような巣は、周囲から隔絶された一種の生物学的な島であり、寄生動物や盗み寄生者、社会寄生者や寄食者などを含む、特有の動物賞を持つに至っている。アリには、多種のアリの巣に生息し、その社会に紛れて生息する、社会寄生のアリがあるが、 このステガーデファスの巣に入り込んでその集団内でのみ生息するハグモカノクモアーキディクタイナウルバが発見されている。この類の英名にはコミュニティネスとスパイダーがある。ほぼすべての種がヨーロッパ、アフリカ、アジアに分布している。南アメリカからわずかの記録があるが、この地域に原産なのが確実なのは一種のみのようである。アジアでの分布は西に偏っており、 岩金雲族は韓国まで分布があるが、東、アジアまで分布するのは、その一種のみである。ステガーデファスは南アジアに複数種があるが、一種がタイで見つかっているのが最東端である。この類の分類的な位置については、論議が多かった。外見が特殊であり、しかも、ハエトリグモなどに似て見えることも、混乱のもとになったとも考えられる。 この類の最初の記録は、ドイツ産のエリスのオスをマルティーニとコエゼが1778年に、アラナやサンデライタの名で記載したところから始まる。19世紀前半にはこの属に、複数の種が認められるようになったが、退職を主たる区別点としたため、種内の変異を種として、扱ったり、死由に別属を当てたりといった混乱が続いた。 この類の確実に認められる命名は1846年で、これ以降、どうかの別族が次々に記載された。この類を独立の都がと最初に認めたのは国ホで1850年のことである。また、この都がは1903年のサイモン以降、エレシナエとペネスタミニーの二つの赤に分けられてきたが、現在では疑問視する向きもある。ミラーエトールは、 校舎をこのトガから除外している。ミラーへ通るはこのトガに旧族、約100種を認める。そのうちでドレッサースが24種、エリススが23種、ステガーデファスが20種などが多い方である。日本に産する種はない。近隣地域では、岩金雲エリススシナベレネスが韓国に分布する。世界の属種については、岩金雲科の属種の項を参照。ありがとうございます。